こんにちは、あるいはこんばんは、ユアンド院長です。今日はね、昨年多くのボーカリストたちを勝手に特集解説してきた歌い手解説シリーズやっていこうかなと。はい、本当はね、この動画はね、去年の最後に出そうと思ってたんですけど、大人の事情で2024年最初の歌い手解説動画として出したいと思います。はい、今日はね、誰かと言いますと、何と言ってもね、やっぱりここで紹介しておきたい僕の師匠、マテンローペラ園君です。ボーカリストの話になると、どうしてもね、やっぱ一番多く現場に出てるね、マテンローペラでボーカリストだと、まあやっぱ園君と話がもう主軸になってこう出やすいんだけど、もうね、何が素晴らしいのか、はい、いろいろね語っていきたいところであるんですけれども、とにかくね、見て聞いてほしいです。もう俺が本当にすげえと思ってるボーカリストなんで。マテンローペラっていうのは、まあ一応ジャンルで言うとビジュアル系メタルバンドなんですね。で、メタルかーってなる、ビジュアル系かーってなると思うんだけど、そういう人もいると思うんだけど、それただの名前なので、美しい音楽なので、ぜひ一度機会があったらよ、というか機会を作って聞いてくださいっていうふうに思ってます。本当に上手いボーカリストなんだよっていうのは分かってほしいんですよね。で、そういったジャンルの楽曲を歌うのにものすごい特化してるボーカリストと思われがちなんですけれども、最近あまり投稿してないですけど、その子の個人チャンネルっていうのがありまして、そこでね、もうお酒飲んだりカラオケ行ったりとかもうこうするわけですよ。で、そうするとさ、まあもちろんね、いろんな楽曲を歌うんだけど、ほんとね、涙が出ちゃうぐらい上手いのがあって、こうすっげえ刺さるんですよ。すっげえ刺さる歌い方なのか何なのか分かんないんだけど、女性ボーカルの歌をカバーすると、ほんとすごいんだよね。で、あまりにもすごいから、これは絶対ソロチャンネルでやってくれって言ったのが、ちょっとハッときます。エゴイストっていうのはね、最初にね、聞いて、カラオケでね、なんかもう涙出ちゃうってなったのが、スーパーセルの銀色飛行船、これすごかったんですよ。でそしたら同じ系列でエゴイストのゴーストオブアスマイル、一音半下げ、ほんとうまいんだよ。ほんと美しいんですよ。もう聞いてほしい。これは何これって思ったもん。でも言うたらね、マテンローペラのボーカリスト園くんのファンには刺さらない選曲なんですよ。だからね、あんま見られてないんだよ、これ。ほんと見て、ああうめえってなるから。あ、VK とかメタルとかそういうことじゃなくて、この人そもそも歌がめちゃめちゃうまいんだってこと。はい、で、きちんとした発声と表現力、このね、ズバ抜け具合、はい、突き抜けてうまいです。本当に好みっていろいろあるかと思うんですけど、こんなうまい人はそうそういないよっていう、はい、僕は自信を持ってね、そう言えるボーカリストですね。そしてね、まあ彼は歌を歌うだけではなくて、基本的にこう作曲もこうやっているんですけども、まああれですね、いつまで経っても枯れないですね、ほんと。はい、よくまあこう次々とね、いい曲書いてくるなと思うんだけど、こう偏見のない目でね、マテンローペラの荘厳なシンフォニックメタルを聴いてもらうと、めちゃめちゃこう早い感じでダカ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 ダっていうドラマがこう聞こえると思うんだけど、実はその全てが壮大なバラードのような感じになってるわけよ。そうで、その演出してるその様が、まあメタルメロスピだったり、まあシンフォニックメタルだったりこうするわけね。なのでね、こう食わず嫌いをしないでこう聞いてほしいわけ。最新で出てるアルバムは真実を知っていく物語ってアルバムが出てるんですけど、もう泣いたよね、ラストン。泣く、ほんと。あれね、めっちゃ刺さったね。マテンローペラ応援しててよかったなって思うアルバムだったのね。はい、なんかこう原点に回帰しつつ新しく美しいものを見せてくれるって、はい、そのね、作曲者としてのやっぱ才能もやばいなって。はい、でこれで終わらず、今度新しい EP 今出てるんですけど、本当あれですね、ブラボーの一言に尽きる、ブラボーでしたね。マテンローペラっていうのはこうアルバムにしても、まあこう EP にしても、ね、こう上がってくるんですよね。こう物語が進んでってダーンってこうなるんですよ。あれが気持ちいいんですよね。はい、なのでね、まあぜひね、食わず嫌いされるジャンルなだと思うんですよ。
正直そのメタルでうちのお父さんなんかメタルってうるせえんだろみたいな、はい、でもまあ聞かしたらね、なんだこの歌の間男はって言ってましたから、はい、声量のない人は嫌いなんで、うちのお父さん声量といえばその日比谷のね野音で、喝采と劇場のグロリアを、最後がアカペラなんですけど、野音でだよ、歌って一番後ろまで地声が届くんだよ、どんな喉してんのって、はい、そういう人です。本当にもう稀有なボーカリストであり、まあ、作曲家作詞家としても、まあ、突出した人物で、僕にあのね、僕にっていうかね、あの分析力もとても優れてて、音楽が本当に好きなんで、こう一緒にカラオケ行ってもここをこうするともっとこうなるんじゃないかっていうようなご提案をいろいろこうしてくれるわけよね。でそうしたら、僕は例えばマテンロオペラのそのグロリアっていう楽曲があるんですけど、そのグロリアをキーをね2個下げて歌ったんですよ。コツを習ったら元気のまま行くようになったの。ちょっとの指導なんですよ。だからちょっとの指導を見抜いて言ってくれるんですよ。それがね、刺さるアドバイスね、本当。でそのおかげで、あのキーが40を過ぎて上がったわけ。でそしてそれでは上がったけど歌えない楽曲っていうのもいっぱいあるわけ。でも絶対僕なら出るんですって言うんですよ。はい。ミックスボイス覚えてください。ミックスボイスがあれば歌えますからって。で簡単に言われましたけど、4年以上かかりましたからね、ミックスボイス出すまで。意味がわかんなくて。まあそのおかげで、こう挑戦していって音楽がこう、歌を歌うことが、こうより楽しくなったっていうのはもうほんと彼のおかげ。ということでね、ほんと一度興味を持ってもらいたい人。僕が最も音楽が好きになるね。でいつかね、マテンロオペラのライブでちゃんとお金払ってね、10席ぐらいシートを買って、まあ、U&O シートっつってあの招待したい。こうロックバンドのライブを聞いたことない人、僕のお金で無料で招待して聞かせたい。そのぐらい思ってる。はい、そのぐらい思ってるよ。はっきり言ってとてもすごいバンドで、すごいボーカリストであるんだけども、時代にそぐわないというか、インターネット戦略とかがこの世の中にこうはびこってしまっていてですね、まあそれをこう駆使するというか使いこなすっていうタイプではないのよ。だからね、もっとね、知ってもらわなきゃいけない。知ってもらいたい。本当に僕は本当自分の関わってる人の中で一番世に出して知ってもらいたい人がマテンロオペラのソノ君。マテンロオペラってバンドを知ってもらいたいんだけど、そのボーカリストそのぜひ知ってもらいたい。ソロプロジェクトとしてもう一つ別バンドで運命交差点っていうバンドもあるんですけど、まあそれをそこまで聞くと、この人本当にあの幅がどうなってんのはい、こっちではその運命交差点の方では歌謡曲のカバーとかもあえてするんだけど、どうなってんだろうな。作る楽曲はもちろんまあその君が作るんだけど、これはまあマテンロペラ出してもしょうがないんですよ。全然違うんで、どうなってんだ頭の中でって思うのなんだけど、まあそっちはそっちでやはりこうあり溢れ出ちゃった魅力なわけよ。こう全然違うんで、詞も全然違うんで、なのでね、ちょっと興味を持ってください。興味を持っていただけたらってお願いベースじゃなく、興味を持ってください。はい。そしてね、こっからとても大事な話なんですけど、僕はそのボーカリスト専門整体師で名乗ってるでしょ。でこれって全部と言っていい、全部と言っても過言ではない。彼と共に研究して歩んだ成果なんですよ。だから全ての、ね、僕の患者さんのボーカリストは彼に感謝してほしい。一緒にカラオケに行ってこの距離で歌ってる筋肉を見て、何がどうなって調子が悪くなるのか、何がどうなって調子が良くなるのかを共に研究してきたんですよ。だからこそ今僕がいろんな人のライブに行ってそれなりの成果を出しているっていうのはもう彼のおかげなの。だからみんな感謝しろよ。そこはもともとマテンロペラの前任のドラマーのユウ君を施術してくださいって言われて、それでユウ君と接触するようになって、でそこからユウ君にボーカルの座骨神経痛がもうひどすぎるみたいな、はい、もう全国ツアーで全国の整体院だなんだをいろいろこう回っても何も解決しないみたいな。で、ぜひボーカルを見てくれって言われて、でそこからあのボーカルのその子を施術するようになった。はい。
でも今座骨神経痛の症状はもちろん一切出ないんだけど、まあ、それがあってそこからスタートしてて、基本的にはねドラマを見てたわけですよ。はい。今までね、その、なんつうの、普通にチケットを買ってライブ見に行ったことももちろんね、まあ、マテンオペラじゃなくて、あったりしたんだけど、そうじゃなくて、こう、内部の人間っていうか、はい、中の人的な感じで、そのライブに参加したのはもうそこからなんですよね。はい、そこから、親しくなって、喉の調子を見るようになってって、最初はそこまでね、こう、この筋肉にダイレクトな施術っていうのはなかったんですけど、まあ一緒になって開発してた感じ。ひょっとしてこれじゃないかと。はい。なんかこう会場とかコンディションとかで声を張りすぎてしまって喉が閉まって声が出にくくなっちゃったりとかってすることあるんですけど、それをギターソロの間で直して元の状態に戻すとか、もうなんか疲労の蓄積で一定の音域が出なくなっちゃったっていう時にそれを仕留めてですね、いつも以上に声が出るみたいな、はい、そういう状況にこう引き戻しちゃう。じゃあ俺を褒めろよって話じゃないんだけど、もう本当彼と一緒に歩んできたボーカリスト生態人生のね、そのボーカリスト専門生態って言い始めてから、もう彼のおかげ、はい、近くで見せてくれて一緒に研究した結果ですね。はい。なのでね、そこは皆さんもね、ああなるほどと。で、要するにね、すべての、まあ、個性が、もう癖めっちゃありますよ。あるんだけど、でも、きちんとした基礎の上に成り立ってるんですよ。なので、その施術が、他のありとあらゆる歌い手やボーカリストたちに通用するんですよ。まあ、これはね、ほんと、あんまいい言葉じゃないですけど、歌の上手い素人って人もいるんだよ。だからそういうんじゃないんだよ。ちゃんとしたプロのボーカリストです。はい、僕が歌の師匠としても尊敬してるし、彼はアーティストとしても尊敬してますけど、本当にちゃんとしたすごいボーカリストなんで、こうジャンルにとらわれずにぜひ一度聴いてもらえればと心から思っております。僕はね、彼とこう関わって、マテンロペラと関わって、でもうどっちかがもう俺でもいいんですよ。もう特に俺は自分にできることしかない、はやるしかないから、俺がアホほど有名になって誰もが知ってるよなって、そこでこう関わってる彼らに注目をぜひ回したいって思ってるぐらい、なんとか知ってほしい。みんなに、一人でも多くの人にこの天才ボーカルをぜひ知ってもらいたい。ぜひ一度本当ライブとか行ってもらいたいですよね。だから本当にね、俺にこうプロの音楽の基礎知識経験、そういったのも全部見せて詰ましてくれた相手ですね。はい、本当にすごいボーカルだと思う。言いたいことはね、たくさんあるんですよ。もう僕はね、言葉で説明するよりもね、本当ね、聞いてほしいんだよね。ああ、院長がすげえうめえって思ってるボーカルってこういうことなんだな。でね、それを YouTube でもいいですよ。ね、サブスクでもいいですよ。何でも聞いてみて、いやそれほどかって思ったら、一回でからライブ来てほしい。ライブで初めて本領発揮するっていうか、ライブっつうので一番感情を表現する場所なんだね。もう一番思いを乗せる、自分が作ったものだからその思いを一番乗せて発信する場所なんです。レコーディングって感情を込めすぎてはいけないんですよ。ある程度フラットなマインドでいかないとダメなんですって。これもちろんその子の受け売りですよ。なんでかというと、例えば濃厚なラブソングを失恋直後に聞いたら耳障りでしょ。それ感情込めて歌っちゃうと耳障りに聞こえるもんなんだって。だからそういうなんか濃厚なラブソングを失恋の時にスーッと流れてくれるような6割ぐらいの感情の込め方をする。これはね、他のプロの人も言ってる。そのぐらいでやって本気で気持ちを乗せるのはライブなんだ。だからライブアーティストとしても本当に優れたアーティストなので、ぜひね、皆さんに知っていただきたいなと思ってですね。だからそれを2023年の歌えていろいろこう話してきたけど、大鳥で行きたかったんだけど、年の一発目にしました。はい、ということです。いろいろね、出会いがあってね、はい、また新しいところに行くかもしれないですけど、まあ、僕の中ではね、基本的にはマテンロペラを最優先してるというか、はい、もう運命共同体だと思ってるんで、はい、いつかね、武道館でライブをやる日が来ればなと、
はい、その時にはね、もう仕事はしないです。関係者席でね、ゆうくんと並んで泣きながら見るって決めてるんで、はい、ということです。ぜひ、本当、概要欄にね、必要な楽曲を貼っておきますんで、はい、見てください。聞いてください。もう、強制です。はい、強制的に行いたいと思います。さすがにね、ユアンドに来る患者さんは全員、マテンロペラのチャンネル登録してくださいとは言わないよ。そこまで言わないけど、院長のお願いだから。うん。もう、あ、これ、お店で聞いたことある。というのはいっぱいあると思うから。はい、ぜひね、聞いてほしい。ゼップでやったさ、去年のライブ、初ゼップですよ。ワンマンの。泣いた。ああ。マテンロペラっていうのはね、大人なバンドですから、声出し解禁にね、世の中こうなっても、ちょっと慎重に行ってですね、周年のゼッパ羽田まで。声出さ、多分ね、貼ってあると思うんだけど、カスサイト劇場のグロリア。これをね、みんなで合唱するんですよ。バカでかい声で。お客さん、ファンも一緒になって、その楽曲を完成させるんだけど、ある時ね、そのコロナ禍でお客さん入れられないという時の配信ライブで最後にそれを歌って、次、この曲を歌う時は、みんなで声が出せる時、その日が来るまで、その曲を封印します。一切歌わなかった。それで封印を解いた時、その時はもう一発目に、この曲を歌おうって言ったのが、そのカスサイト劇場のグロリアで、この真実を知っていく物語のツアーの、ドアタマの曲を重ねて劇場のグローリーにして、僕はもう一番2階席の後ろで見てたけど、いやもうね、ほんともう熱くなっちゃってた。もうメンバーも熱くなってるのも分かるし、ギターのね、ゆうすけくんはね、その時まで合唱がすごいと噂のマテンロペラのファンの合唱を聞いたことがなかったんだよ。聞いて初めてオペラさんの声を直接聞きましたって言ってましたけどね。あれもそれも全部もろもろ込みで本当に涙が出そうだったね。はい。そういうね、パワーのあるバンドだしね。いやー、ドラマチックなんですよ。長くね、そばにいてね、こう見てくるとね、本当にドラマがあるバンドなんでね。まあ、ぜひね、院長の思う本当に神ボーカルなんで、ぜひ聴いてくださいっていうことです。ご理解してください。いただけたでしょうかじゃなくて、ご理解してください。よろしいでしょうか。ご視聴ありがとうございました。